ドゥーン、はい、僕の愛車たちですね。 BMW SLR、 ホンダ CB400 スーパーフォー、そして今回問題のドゥカチ 748R、はい、カウルはですね、剥ぎ取られて後ろにいますね。いやー、ツルピカ、未だに綺麗ですね。さすが屋内空調管理保存。そして、バン、見てください、これ。748R のアンダーカウルですね。はい、わかりますか、皆さん。これ何だと思いますか。はい、これは、そうです。オイルです。なんかめっちゃ漏れてますね。洗車終わった後に、よし、綺麗になった。よし、下の方も拭こうと思ったら、何これっつってね、この焦げ取るのは、まあ、液パイで焦げたんでしょう。もったいないカーボン。チェーンルームでこんなにギットギトになる汚れつかんよなと思ってですね、いろいろね見て回ったんですよ。あれおかしいな、どこからこのオイルが来たんだと思ってこうやって見回ってたらですね、ドレンプラグから漏れた感じはない。じゃあエンジンオイルじゃないのかな、どっから漏れてるのかなって見たら、おドカティの文字が汚れてる。えって見たら、これですよ皆さん、ドン、これはジョッキをぶっ刺してエンジンオイルを入れる穴ですね。ドレンパッキンの隙間からね、なんか漏れちゃうみたいな話は聞きますけど、これ上から吹き出すってどういうこと。はい、というわけで突然エンジンオイルが漏れていることが発覚した 748R ちゃん。素人である僕にできることは、キャップの上を漏れないようにすることと、汚れてしまったアンダーカウルを洗うことだ。それでは早速行ってみよう。キッチンマジックリン、べっとり油汚れ。取れますか、取れてますか。おお、皆さん見てください、あの1回流しただけで結構綺麗に落ちましたね。これは油汚れがさほどのなかったのか、それともこのキッチンマジックリンがすごいのか、どっちなんだろう。ポンちゃん、ポンちゃん、たーんとお食べ、ついでにいろいろ拭いておきましょう。うーっ、ホワイト。うん、このグリーンのやつがゴムパッキンみたいですけど、まあ多分20年間使いっぱでここが劣化してるんでしょう。で、先ほどレッドバローさんに電話してこれ注文したんですけど、1600円ぐらいで納期が1週間って言ってました。ただ今日乗りたいんでちょっとね細工したいと思います。ソメダインスーパー XG、 固まったやつがプニプニとしたゴムみたいな感じになるんで、まあこれをねちょっとこの周りに塗って、でこれをカパッとはめれば、まあ漏れなくなるかなと、隙間が埋まるんで。これ大丈夫かなこれ。やめとこう。手ですぐ緩んだんで、多分締め付けが足りんかったんでしょうね。だから今からグッと締めます。工具で増し締めしましょうということで、じゃあ見てください、ほら皆さん、工具箱を買いましたよ。ちなみにね、もう最初からね中に工具が入ってて、ほらいいね。こんな感じでトンカチも入ってますし、端子の圧着ペンチとかエアゲージとかですね、はい、チュールとかカツオ節も入ってますね。ラジオペンチかな、プロの方だったらどうやって締めるのかな。まだちょっと回った、これで漏れんでしょう。よし、じゃあカウルをつけていこうぜ。ってその前にほら見てください、久々ですね、僕のウォーカーガレージですね。 SNR スーフォアヌーダースーパーリュック、ちょっと並べてみました。車外に止めればバイクもっと買えるな、これ。じゃあカウルつけていきましょう。これ左側ですね、はい、こんな感じでフルカーボンですね。こうやって人差し指でも持てるぐらいクソ軽いですね。さすがフルカーボンで、これどうやって止まってるんだって話なんですけど、スタンドありますよね、こうやって通しますね。はい、ちょっとコツがいるんですよね。これここをこうやって入れて、ここはこうやって上ですね。この穴にですね、このねクリップですね、これね1個1000円か1500円ぐらいするんですよ、このネジが。さすがドカチだから、古いやつそのまま使ってます。でここをこうやってね、カチッ、レーザーだからかわかんないんですけど、なんかねすぐねカウルが外せるようになってるんですよね。ほらこっちを止めると、ほらここ穴がほら、うん、ほら次はこいつかな。ヘルメットつけとったらめっちゃやりにくい、この作業。カウルをこう浮かせて、こう入れ、おらおら、もう入りましたね、指示されました。それでは反対側つけていきましょう。もうほぼ新品ですよね、いつまでこいつをきれいに維持できるかな。おら硬い、これでラスト、よし、おら、うん、エンジンつくかな。おお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 お
はい、というわけでやってきました。しかし、久しぶりね、ナヤマハちゃん、アルチャン、チカナシマンね。最近ほんとね、ありがたいことですが、バイクを貸していただけるんで、それに乗らせていただいて、撮影させていただいております。ただ、それと引き換えに、自分のバイクに乗れる時間がちょっと少なくなってきているんで、もうちょっと時間を作って愛車に乗ってあげないと、にゃっていう今日この頃ですね。こいつがレストされて、納車されて、まあ、1000キロぐらいは乗ってます。なんでそんな乗らないのって思うでしょ。いや、あのね、楽しくないとかそういうわけじゃないですよ。いや、こいつ、めちゃめちゃ嫌な子ですよ。まずこの音ですね。ベロンベロンっていうこの音ですね。マトリックスと同じ音させてますね。あとこのレスポンスですね。アクセルとタイヤがこの直結したような走りをするんですよね。わかります？言ってる意味。もうこのアクセルをひねるイコールタイヤをひねるみたいな。これですよ。この一切遊びがない。それとあとこの音。信号がないこういったワインディングを走ってるととにかく楽しいですけど、約20年前のドゥカッチっつったら、まあその電気系の故障が多いわけですね。なのでこいつでちょっと遠くに行こうかなっていう気にはちょっとなれない。ナナヤマちゃん大事にしてるんです。そうです。おお、海綺麗で、α40 のこの食いつき、この石灰性能がたまらないぜ。この年式のね、板車、外車はね、結構憧れてる方多いと思うんですよ、僕みたいに。で、おすすめできるかと聞かれると、乗ってたら楽しいよ、そりゃ。何も電子制御は介入してない。ABS もついてない。こんなダイレクトな感じで、こうやって自分の実力だけで転がして、コーナリングを駆け抜けていく。これはもう駐車でしか味わえないですね、このダイレクト感。メカをね、転がしてる感じはね。普段使いはあんまり考えない方がいいです。はい。そういったバイクです、こいつは。おらら。あほー。楽しすぎたよ、熱唱しちゃったわ、しかもしま。さて、丘聖地に向かうか。低速域が苦手なんですよね、いつまでたっても。あ、一回止まりますよ。こうやって止まります。じゃあ坂道発進します。このハンクラッチが超むずいよ。まずね、このアクセルがね、この超敏感。頑張ってちょっとでも開けすぎたらプスンと演奏します。ちょっとずつ開けていくよ。レストは前より乗りやすくなったとは言えど、やっぱり癖の塊です。サーキットを速く走るために作られたバイクなんで、こういった低速域はまあギクシャクですよね。あとこの前傾もきついしね、背中曲がってね、よっぽど気合い入れんと街乗りはしたくないですね。はい、サイドスタンド、よし。ふっ、というわけで久々に乗った 748R。 いや、やっぱ楽しいバイクだ。ちょっと怖いけどね。ちょっと語弊があるかもしれませんけど、バイクってスピードだったりスリルを楽しんだりするものでもあったりするんですよね。まあ安全でなきゃいけないですけど、オートバイを乗る上において恐怖を感じてたらもうそれはダメですからね。そのステージに自分の腕にそぐわない運転をしてるってことですからね。恐怖を感じるってことは、人様に迷惑をかけない、法律を犯さない、そういった区分でのスリルを味わう。まあちょっと難しいかもしれないですけど、そういった点においてはもう他には代え難い魅力がありますね、この 748R は。まあ、毎日こいつに乗って通勤しろって言われたら嫌ですけどね。ロングツーリング行くなら SNR で行きますし、さらに速い独感加速を味わいたいならスーパーデューク乗りますし、バイクの趣味っていうのは走らせるだけじゃないんですね。非常に贅沢な大人のバイクの楽しみ方をおっしゃってますけど、眺めてたまに乗って越にいるというですね、僕にとって 748R はそのような僕のバイクスタイルに合ってるのかな。もっと乗ってあげた方がいいかな。うわー、低速が扱いにくい。弾打った。まだまだだな、俺の SS 人生は。今後こいつの動画のリクエストがありましたら、またコメント欄に書いてくださいね。それではお疲れ様でした。バイバイ。はい、皆さん、撮影から数日後、もう一度カウルをはぐってみました。どうやらここではなく、ここから漏れていたそうです。